鉄、いくつになった？16になりました。入隊したのは一昨年だったな。はい。今日で大使を募った最後の舞台。はい。よくここまでついてきたな。途中で先生の後を追いかけてきました。こっちに来てからはなんだか俺の世話役みたいになっちまって悪かった。とんでもないです。先生のおそばにいられて大変嬉しいございました。一度きちんと礼が言いたかった。新選組が好きか？他に私のいるところはありません。そんな奴らばかりだ。先生、生き物の中で一番強いのは何でしょうか？どうしてそんなことを聞く？みんなでその話になったんです。こっちに来て初めてクマを見ました。一番強いのはクマだというものがいましたが、私はトラだと思うのです。すいません、つまらない話で。別に怒っちゃいねえ。教えてやるよ。一番強いのはヌエだ。ヌエ？知らなきゃ自分で調べることだ。はい。鉄、はい。頼みを聞いてくれるか？はい。仕事だ。何なりと。かなり辛い仕事だ。いつでも覚悟はできております。今すぐここを離れろ。はい。玉へ行ってもらいたい。日野に佐藤彦五郎という男がいる。俺の義理の兄貴だ。その男にこれを渡してほしい。これを持ってすぐにここを立て。ちょっと待ってください。だから辛い仕事だと言ったじゃねえか。それだけは勘弁してください。お前に頼みたいんだ。私一人逃げるわけには。逃げるんじゃねえ。しかしこれも立派な大使の務めだ。新選組がこの函館まで薩長相手にいかに戦ったか、多摩の人たちに伝えてほしいんだ。皆と一緒に戦わせてください。命令に背く者は斬る。誰かが伝えなきゃならねえんだ。こんな大事な役目、お前の他に誰に頼める？ここにお前のことも書いてある。彦五郎さんなら必ず面倒を見てくれるはずだ。それから沖田光という人を探してこれを渡してくれ。居場所は彦五郎さんに聞けば分かるはずだ。掃除の姉さんだ。それは教えられねえな。間違いなく渡すんだぞ。途中でなくしたりしたら切腹じゃ済まねえぞ。必ずお渡しします。頼んだぞ。はい。土方先生。何も聞くな。先生は死ぬおつもりなんですね。私は他の大使には悟られるな。特に島田東石には。はい。行け。今朝はこれまで。よし、
ねえねえ、世の中で一番強い生き物って何なのかな。やっぱり虎かな。私は獅子も強いと聞きました。獅子か、見たことないからな。獅子は百獣の王と言われてるらしいですから、やっぱり強いんじゃないですか。私は熊だと思いますね。一度日光で熊と鉢合わせして素手で戦ったことがあるんですが、かなり大きかった。勝ったの。勝ちました。じゃあ熊はそれほど強くはないね。当時。ねえねえ、長倉さんはどう思います。やはり虎だろう。虎ですよね。いや、俺は加藤清正だと思うな。なんでそこで加藤清正が出てくるんだよ。知らないの。虎退治したんだよ。今生き物の中で一番強いのは何かという話をしてるんだ。加藤清正は生き物じゃないのかよ。ねえねえ、山並さんは。さあ、私は獅子も虎も見たことがないので何とも言えないのですが、一つ確かなのは、この世の中には我々の知らない生き物がまだまだたくさんいるということ。ひょっとしたらもっと強い生き物がいるのかもしれません。いやー、俺は加藤清正だと思うよ。土方さんは何だと思います。一番強い生き物決まってんだろ。何ですか、教えてくださいよ。ヌエだよ。何ですか、ヌエって。お前ヌエも知らねえのか。聞いて驚くな。頭は猿、胴は狸、尾っぽは蛇、手足は虎の形をしてる。くそー。手足が虎って、ここに虎がくっついてるのか。そうじゃない、虎の足の形をしてるってことだ。そんな生き物は本当にいるんですか。はい。それはどうだろう。ヌエは人の心が作った想像の生き物じゃないのかな。本当にいるとはとても思えない。やはり一番恐ろしいのは人ではないでしょうか。何故。人は人を欺く、獣は嘘をつきませんから。はあ、なるほど。さすが山並さん、言うことが深い。みんないなくなっちまった。